それでは本線羽島ドルフィン桟橋を離散いたしましたので、今度は本線の中から軍艦島の中に関しまして、ご案内を行わせていただきたいと思います。軍艦島島内の案内と重なる部分があるとは思いますが、ご了承いただきたいと思います。改めまして、この軍艦島の概要になりますが、この島で一番初めに石炭が発見されましたのは今からおよそ200年ほど前になります。1810年この島で初めて石炭が発見されます。その後1870年佐賀藩により採炭が開始され、1890年三菱社が買収いたします。当時のお金で10万円、現在の貨幣価値にいたしますと5億円と言われております。明治23年三菱石炭工業、現在の三菱マテリアルにより採掘され、主に官営八幡製鉄所向けの製鉄用原料炭を供給していた島です。現在軍艦島見ていただきますと、中央に岩山岩礁がそびえ立っておりますが、この岩山が本来の大きさとなります。昭和6年までの6回の拡張工事により現在の島姿になっております。全長は480メートル、幅160メートル、海抜47メートル、島の周囲一周1200メートルといった小さな島です。このような小さな島に最盛期は5300名の方が暮らしておりました。これより本線は軍艦島東側から反対側西側の海域へ進路を向けてまいります。またこれより先、西側の海域波が高くなってまいります。座席に腰掛けられますか、手すりとお持ちになられまして十分ご注意をお願いいたします。現在本線の右手側丘の上をご覧いただきますと、白い灯台が見えております。羽島灯台といいまして、平山の翌年に灯台は設置されます。軍艦島操業中24時間3交代フル操業をしておりましたので、夜はいつも光が光光としておりました。灯台は必要なかったそうです。平山後真っ暗になります。周囲を通る船舶に支障があるということで、閉山の翌年、昭和の50年、初めて灯台が設置されます。現在の灯台は平成10年に改築された灯台です。ソーラーパネルで稼働いたしております。羽島灯台のちょうど真下、黒っぽい7階建ての建物が見えております。島内第三見学広場でご紹介がございました30号棟です。日本で最初に建てられた鉄筋の高層アパートとして知られております。築100年以上が経ちますが、現在も残っております。35棟の左隣、岸壁に沿ってくの字に曲がっております白い壁の建物、31号棟と言いますが、これは昭和になり建てられております。窓際が部屋ではなく廊下といった作りも一つの特徴です。これより本線の右手側に
見えてまいります島姿が大正時代の日本海軍戦艦土佐の姿に一番よく似ていると言われております。よろしければ記念撮影といかがでしょうか。見えております島姿が大正時代の日本海軍戦艦土佐の姿によく似ていると言われております。現在、本船から軍艦島を見ていただきますと、たくさんのビルが林立いたしておりますが、このコンクリートの建物ほとんどが工員さんの社宅アパートとなります。アパートとアパートの間には渡り廊下、空中廊下が作られ、島中を傘を差さずに渡ることができるような工夫もされております。一部のアパートの屋上には屋上農園が作られ、稲や野菜などを作っていたそうです。ご覧のようにかなり閉鎖的な環境でありますが、島の中にも娯楽施設はちゃんと作られておりました。パチンコ屋さん、映画館、スナック、飲み屋、喫茶店、一通りの娯楽施設は作られておりました。ご乗船中のお客様にご案内いたします。船長の岩本です。本日、上陸見学終了後ですね、周遊クルーズ予定をしておりましたが、この先ですね、西側の軍艦島西側の海域でございますが、本日、波が非常に高い状態となっております。この先ですね、西側の海域、本船航行することは危険と判断を、いたしまして、誠に申し訳ございませんが、この場にて、海東方向転換を、させていただきたいと思います。の方に3つの岩礁が見えております。沖合に岩礁がございます。三つ瀬と申しまして、この三つ瀬の真下地下1000メートル付近が軍艦島の最短現場となっておりました。つまり左手方向見えております軍艦島から真下へ600メートル下り、三つ瀬の方向へ2500メートル進みます。最深部はその場所から400メートル下った場所で最短となります。炭層は地底に沿って斜め下へ埋まっておりましたので、それを覆うような形で最短となります。地下1000メートル付近の仕事場の環境と申しますと、湿度 95% 以上、気温も30度以上と申しますので、大変過酷な労働だったそうです。